このインタビューはスペースドラマ2008という豪邸院というお寺でですね、繰り広げられる舞台芸術祭の参加劇団のインタビューです。その、スペースドラマに参加いただく突撃金魚のお二人に、来ていただきました。突撃金魚の次の公演の各演出で出演もしますタニングロックです。はい、突撃金魚さんに脚演をさせていただきます重田めぐみです。二人の人柄をぜひ知りたいなと思っていまして、はい、最近ハマってることは何でしょうか。最近ですか。あのね、すごい最近ソーっていう映画をねすごい見てるんですよ。そうです、ね、今ソーっていう映画をね今多分4まで出てるんですけど、はい、4はもうそろそろかわかんないけど、まあ、新作なんですね。で新作なんでまだ見てないんですけど3まで見てね。この続きはぜひそうご覧いただいて確かめてくださ い。最後にね、この乱暴者がこうやるんですよ。で皮膚を剥いでベストにします。そこまで見てないんですけど、サリングの真似をしてる。仲良しなんですか。仲良しですよ。昨年度に引き続いてというか、そもそも昨年度のスペースドラマで優秀劇団だったからこそ、今年は、7月に公演いただくんですが、シマウマの毛、はい、どんな作品なんでしょうか。女子たちがだけで住んでるところの話なんですけど、その女子たちだけで住んでるんですけど、で閉鎖されてて出れないしっていう場所があって、でもそこに男が入り込んできて女子たちの均衡が崩れるみたいな。楽屋の雰囲気とかを重ねていると女子で盛り上がってるからこそなんかこうしたよねっていう作品が進化してる感じです。あ、どうなんですかね。なんかもともと女子だけの空間の時でもあんま女子たちめっちゃ仲いいわけじゃないんで、やっぱりなんか微妙 なんか女子って上辺でこう付き合ってたりとかすると思うんですけど、こと泣かれ的なとことかあったり、ね、チーム分けとかされてたりして、なんかちょっと仲いいようでちょっと歪んでると思うんですけど、まあ、その中でさらに歪ませるなんか他者が来て、しかもそれが男で、女子が興味を持っている男で、それでさらに女子の仲もめちゃくちゃ客員さんから見たら突撃金魚はどんな感じですか。愛に溢れてます。愛に溢れてる、なんか可愛くないものもからなんか変なものとかっていうものを寝れる感じ。サリングがそういう人かな。はい、虫とか好きです。キノコ入ってますか。はい、キノコとか虫とか好きです。そんな、客員さんと、突撃金魚の皆さんで織りなす、シマウマの毛、さてどんな作品になるのか、見ているいらっしゃる方にメッセージをいただいて応援したいと思います。はい、女子も男子も可愛い人たちが出ます。可愛い人たちがドラマをします。バカやなとか思って微笑ましく見てください。はい、ということでありがとうございました。そんな皆さんがお届けする、シマウマの毛、ぜひ楽しみになさってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。突撃金魚のシマウマの毛、7月の2日から6日までやります。平日は夜1時半から、土曜日は3時からと7時から、日曜日は3時からやります。
で前売り券が2000円で当日券が2300円です。で予約をしていただきますと予約特典がつきますのでぜひ予約してください。あ、はい。で来ていただいた女子の方には女子特典があります。でチケットは日時指定なのでぜひ予約もしていただいて女子の方は予約特典と女子特典を手に入れてください。よろしくお願いします。